リヒャルトフライタークは、ドイツ、ザクセン州、エールズゲビルクスクライズ、アーラブラン出身のスキージャンプ選手である。2009、10シーズンのスキージャンプ週間で、スキージャンプワールドカップに、デビュー、第3戦インスブルックで30位となり、ポイントを獲得した。同年3月のスキーフライング世界選手権、プラニツァ大会代表に抜擢され、個人28位。 団体の内の成績を残した。2010、11シーズンは12月からワールドカップに出場30位以内にたびたび入りポイントを重ねた。またノルディックスキージュニア世界選手権では個人9位団体銀メダルの成績を上げ2011年ノルディックスキー世界選手権代表になると個人ラージヒル15位団体ラージヒル4位となった。二千十一 12シーズンは開幕戦で9位となると12月11日にはワールドカップ初優勝、その他24回スキーフライング世界選手権、ビケルスン大会では団体銀メダル獲得など好調を維持し、総合6位と躍進した。2012、13シーズンは成績に波があったが2月16日のフライングで通算2勝目、3月10日のラハティスキーゲームズで 通算3勝目を挙げ、総合8位となった。2013年ノルディックスキー世界選手権では、ノーマルヒル個人、ラージヒル個人とも6位、混合団体では、ウルリケンウレッスラー、カリーナ・ホークと、ゼベリン・フロイントと共に、同メダル、ラージヒル団体では、アンドレアス・バンク、ゼベリン・フロイント、ミハイル・ノイマイアーと共に、銀メダルを獲得した。2013、 14シーズンは前年のような成績は残せなかった。2014年ソチオリンピックでは個人ノーマルヒルは20位、個人ラージヒルは21位、団体戦には出場できなかった。ワールドカップ総合は24位に終わった。2014、15シーズンはワールドカップで2勝を挙げ、総合12位。2015年ノルディックスキー世界選手権では、 混合団体優勝のメンバーとなった。2015-16シーズンは表彰台こそなかったものの着実にポイントを重ね、総合9位であった。スキーフライング世界選手権、バートミッテルンドルフ大会では団体銀メダルのメンバーとなった。2016-17シーズンは3位1回で総合13位。2017年のオルディックスキー世界選手権では、 個人ノーマルヒル9位、個人ラージヒル19位、団体4位のメンバーとなった。2017-18シーズンは優勝3回、2位5回を挙げた。中でも虹にたぎる大会からガルミッシュパルテンキル編大会まで7試合連続で表彰台に登壇するなどし、総合2位であった。2018年ピョンチャンオリンピックでは、個人2戦は共に9位で、団体戦では、 銀メダルのメンバーとなった。スキーフライング世界選手権、オーベルストドルフ大会では、個人で同メダルを獲得した。2018、19シーズンは、ワールドカップ総合で21位に後退した。2019年のオルディックスキー世界選手権は、個人ラージヒル9位、個人ノーマルヒルは5位で、男子団体金メダルのメンバーとなった。2019、20シーズンからは、 ワールドカップとコンチネンタルカップを行き来している。ありがとうございます。